え、なんかいじけ出勤したつもりないんだよ。いじけてないのいじけた。そうさ、ほら。なになになに、どうしたの？どうしたの？おんぶしてあげてくれる？どうしたの、カテジ君？肉って。肉。肉？肉？肉。肉食うか？肉。はい、やーい、やった。嬉しそうだね。やった。ありがとう。やばい、俺も本当に殴りたい。キュートアグレッションってやつか。まずい。どこ行く？あ、現場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 だけは、え、いいんですか、現場で。現場だけは許してください。どうか現場だけは。え、なんですか、あの子彼女ですか？どの子？あの、やるは上友くんが被害に遭ってる子だよ。あ、そうなんだ。そうそうそう、真代先輩よくご存知で。ウニくんだっけ？はい、ウニさん。この人、なんかズズのこともダーリン2号って呼んでるらしいぞ。終わってるよ。言った通り、俺予想したんですよ。俺がダーリンって呼ばれたその日に、俺がいなくなってもすぐ次のダーリンに行くなって。だから、まあ、ガミトム君の潔白はもう証明されてるよ。なるほど、俺の、まあ、あの子が正しいってことですか？いや、でも真代先輩違うんすよ。たまたまあのウニちゃんの相談乗ってる時があって、うん、でじゃあよし、相談で晴れたからバイクジャンプしようって言ってバイクジャンプしたら2人ともダウンして、うん、で救急呼んだら、うん、ミニア戦が来て、余計誤解が深まりました。まあまあまあ、誤解は深まるかもしれないけど、それはついこの間の話です。生徒2人で遊びに行って、デートだデートだって言い張られたら、それを何とかする責任が男側にもあるからな。これ難しい話なんだが。てかもう普通に女性と2人遊びに行ったら、それはデートじゃないんですか？人次第じゃないか？人次第じゃなくて、今もさっきウニちゃんと遊んできた。いや、2人で出かけに行ったらそれはデートでしょ、どのような形で。いやいやいや、それは違うよ。向こうがどう思うかじゃないか。いや、もう彼女とは仲のいいお友達です。何か呼んでんですか、ここに。だね、呼んでもいいけど別に。向こうがどうするのか、ダーリンダーリン言いふらしてたら、ちょっと聞きたいから呼ぼう。でも今ちょっと悩んでたみたいだから、そっとしといてあげた方が。もしもし、デリカシー。今何してますか？どうしたんですか？あ、どうしたの、暇なの？もしかして病院に来ていただけませんか、シャニキ？え、あ、いいよ。はい、行かない？お願いします、すみません。あーい、シャニキ、俺よりデリカシー。なんで悩んでるんだったら、はい、サミトモ君の前に連れてくるよりも、はい、ここで連れ出して、はい、あ、飲んでる、落とした方がいい、ここで。確かに聞こえてる、聞こえてる、全部聞こえてる。俺が帰りに行きますよ。ガミトモ先輩。え、今チェリーいくらあんの、お金？今2億ちょっとです。すごいね、減ったな。確かにユリさん呼んでどうしよう。俺、遊びに行ってくれ。確かに遊びに行ってきますわ。うん、喜ぶと思う。喜ぶと思う、やめて。え、てかあの子警察の対決しませんでした？警察じゃないのか。いや、あー、そこは触れない方がいいわ。あ、なるほどね、そういうことか、うん、まあ体験もな、させてもらえてないからな。そもそもシャニキは普通に書類審査や不合格が重なるからな。シャニキはそれ以下だよな、完売になっちゃう。ウニちゃんなんて言ってた？電話して来てって言ったら普通にニコニコだったよ。へー、あ、来たよ。ほら、おはよう、チャッピー。チャッピー、わかんない、ちょっと名前なんだっけ。こいつの方が飲んでるじゃねえかよ。チェリーだよ、チェリー。チェリーか、どうしたの、パリン。なんかね、俺とウニちゃんの関係を聞き出したいんだって。だから俺友達だよって。なんか、思えなんでそうだったから大丈夫かなと思って、うん、あ、誰が、私が。そう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 。あー、人生について。そう、ちょっと悩んでたから答えてきたよって言っただけ。あー、なるほどね。うんうん、そうなんだよね。何があるかな。あー、なんか誰かに相談しようかなって思ったところに、たまたまダーリンに電話かけてみたら、あ、やっぱなんか出てくれたので、それで相談してくれてたんですよ。そうです。何があったんですか、一体。え、それはまあ普通のヘルです。それはまあ、やっぱり、まあ、そうだよ。やっぱ恥ずかしいな、そんな言っちゃいけないよ、女の子の人生。そうだよ。そっか、無事合格で。何があったんですか。いや、飲んできまして、飲んできやばいな、やばい。ちょっとメンタルケアみたいのできないタイプの人ですか、こんな人。いや、そんなことないですよ。できない、できない。いやいや、できないな、これは。自分がしてほしいぐらいだもん。いや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 、そうなんや。まあ、チェリーちょっとメンタル弱いか。まあ悩みがあるなら聞きますから。全然全然見てください。ちなみに誰が聞きたかったの？この人、この人。チェリー、チェリー、うん、チェリー。おい、チェリー、なんだ、嫉妬か。
なんだチェリー、どうした、知ったか？知った知った今助ける。いやいや、やっぱり、え、なに、あなたもダーリンにしてほしいってこと？あ、そう、僕もガミドモクをちょっと狙ってるから、ちょっとやめてほしいな。あ、そっち？どういうこと、そっち？あ、そっちなの？だって今夜ライバルだわ。やめてよ、僕のダーリンよ、僕のダーリンよ、やめてよ。ふざけないで、ほんとに聞いたよ、ダイヤモンドズズもダーリンらしいじゃない。ほらやってるわね、ほら、そうやって何人もの男をダーリンっていう、それがあなたの本州なのよ、本当に。やってますよ、これは。言い逃れできないわ。遊びと本命がいるから大丈夫。遊びと本命やめて、普通に。あ、見て。そうよ、ガミトモ君はやっぱり天然の人たらし的なところあるから。はい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 。やっぱ頑張んないとよ、でも。あ、やっぱり、うん、え、じゃあさ、応援してよ、チェリー。しました。え、何応援、何よ、本当に頑張りたいの？じゃあ頑張れ。応援するよ。うん、向こうが本当にその気なさそうだから全然いいんだけど、期待はしてない。なるほどね、期待はしてない。だって期待したらさ、まあだったら最初から期待しない方がね。そうそう、だからそこまで期待してないんだけどぐらいの。あなたはどうなの、チェリー？あなたはどうなの、どう思ってんの？誰のこと？ダーリンのことは、まあ一人のオスとしていいと思います。おはようバカじゃん。俺の話してる。ああ、いやいやいや、聞かれちゃうって恥ずかしいよ、恥ずかしいよ、恥ずかしいって。なんだ、恥ずかしいって。恥ずかしいって。恥ずかしいって。やめてよ。そしたらウィスパーにしろって。やめてよ。やめてよ。わざわざ聞こえるように声の範囲広げたんだから、やめてよ。ややこしいって、それ。やめてよ。やっぱ生物は屈強なオスにみんな惚れていきますからね。そうなんだ、俺屈強じゃないけど。ね、チェリーいい人なんだよ、ダーリオ。そうなんだ。なんか、すごい惚れてるらしいんだけど、私のこと応援してくれるって言ってくれた。うん、そうなんだ、今応援が必要だよ、うん、ウニちゃんには。本当にそうだ、ね、大丈夫、任せて。ダーリーへのアタックは諦めないから、うん、ダーリーってどっちのダーリー？オノト。ズズじゃないの？オノト。ガミトモ君が褒めらしいよ。いや、でも、ズズさんは、あれは、あ、でも、誰よ、早く。そうなんだろう。第三のダーリン。ズズの遊園地の相手もそんな本気じゃないと思うけど。ダーリン。私はだってデートしたのあなたとしかしてないもん。あれ、デートじゃないよ。うん、デートしたよ、バイクで。え、デートだったのあれ。おい、ガミトモ君もこれだいぶ飲んでりだろ、どっちかっていうと。これ絶対飲んでりだって、これ違う。チェリー、いやいや、それはね、俺もね、さっき言った、俺もそれさっき言った、男女2人で出かけたらそれはデートや。そうだよ、それはデートやって。それはデートだよ。ごめん、それは擁護できないよ、それは。ぐちゃぐちゃすぎ。それは擁護できないよ、ガミトモ君、さすがに。これでも価値観の問題なんだけど、でも少なくともチェリーと私の考え方同じなんだわ、きっと。そうなんだ。さすがにね。そうだよね。え、どう思いますか、真白さん。そういうのって、価値観が合う人同士が付き合った方がいいと思うよ。あ、まあ確かに。価値観の違いってよくない。ごめん、ウニさん、ウニさん、ごめんね。ウニさん、じゃあ一回島一周してきたら。価値観の違いはちょっと大きいと思うよ、付き合ってくれたね。また会おうね、ダーリン。うん、じゃあね。ダーリンじゃないけど、じゃあね。はい。了解、ありがとう。バイク。元気だね。あれが恋愛のって言うんですよ。あれ、あれ、あの子バイクは？渡した。もう俺、寝るから今日は。ウニさん、ごめんね。本当に僕にはちょっと恋人がもういるからごめんね。ウニさんの気持ちは答えられないよ。ごめんね。恋人いんの？ごめんね、ウニさん。恋人いんの？了解。あなた別にいいけど。ごめんね、ウニさん。初めて塩対応してるところ見た。ごめんね。いやいや。本当に、本当にごめん。本当にごめんね。申し訳ない、本当に。大丈夫、大丈夫。ガミトモ君、ガミトモ君。ガミトモ君。ガミトモ君で頑張れるよ、そしたら。あ、そうだよね。あ、頑張る。ありがとう。ダーリン、私の夢見てね。バイバイ、おやすみ。ダーリンじゃないけど、おやすみ。チュはダメだって。チュはダメだろ。チュはダメよ。やばい、マジで本当どうしようもなんなくなってきた、あれ。よかったね、呪物だよ、呪物。あれ、あれ。真白先輩、やばいっす。あれね、あれ特急呪物。今俺もう寝るからって別れ際したら、じゃあね、ダーリン、チュって言ってきた。あれやばくないですか、真白先輩。あれ特急呪物っす、あれマジで、普通に。やばい。封印しないと、ガミドン君。これやばい。ガミトモ君払ってこないか。ダーリン呼びをやめさせなさいよ。そうだよな。いや、だから俺やめさせてますよ。友達だよって毎回否定してますよ。
呼ばない方がいいよって言った方がいいぞ。やばいぞ。おい、なんで来るんだよ、帰れよ。どうした、あ、助けてない、ないと乗れなくて、あー、一回離れれば多分乗れると思う、乗れるよ、またえ、本当に、もう一回乗ってみ、乗ってみな、ほら、乗れるね、離れればいいから、あ、オッケーオッケー、ありがとう、うん、じゃあね、やーだ、ジェイ、やーだ、なんで乗るんだ、じゃあね、寝るね、うん、おやすみ、おやすみ、はいよ、まあ頑張れや、まあ頑張れや、うん、応援しといて、まあ多分無理やね、あの子じゃあしょうがない、セリで我慢してあげるよ、いや僕も大丈夫かな、頑張って頑張ってね、はい、バイ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 、おやすみ、多分ガミトモさんもね、多分2割ぐらい悪いところあるよ、いや絶対あるよ悪いところ2割ぐらいは、いやさっきの話はガチのガチのシリアスパートだった、うん、あガチのシリアスパートなの、だからふざけられないやつだった、あでもガミトさん何かと言わないですけど本当に頑張ってください、いやいや頑張るけどどうだあのウニ君はやばいか、いやー事物っすね、本人は本人でガミトモ君は無理だろうなってさっき言ってましたよ、ください、ガミトモ君って落とせるもんなんですかね、ガミトモ君は落ちないよ、なるほどな。